ワンピー側チャンピオンジェフリー、ツーピー側チャレンジャージャッキー。さあ注目してみましょう。期待が高まりますね。第1ラウンドが始まった。1ミスト、よろけだジャッキー。体力が全く壁だ。1エクセレント。セットカウントは0対1ジャッキー。まずは1本選手、この後が重要ですね。第2ラウンドが始まりました。下げてからダッシュハンマー、1カウンターヒットライジングハンマー、ダウン攻撃、アッパー下 B から畳みかける、すげえ、よけたスプラッシュ、決まった。セットカウントは1対1ジェフリー、1本取って追いついた。このままもう1本取っていきたいところ。第3ラウンドが始まりました。またヒットした、後ろに下がった、スマッシュアッパー、1よろけだ。どうした？投げ失敗。ダンダヘッ、下げた、よろけた、勝負あり。セットカウントは1対2シーソーゲームだ。ジェフリー、このまま押し込まれてしまうか。第4ラウンドスタート。ミドルキック、壁に当たった。ジェフリー一気に畳みかける、体力が減っていない。壁アッパー、肘スマッシュアッパー、あーあと、あー決まった。セットカウントは2対2ジェフリー、1本取って追いついた。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。いよいよ最終ラウンド、ミドルキック、壁だ。ジェフリー圧倒的に攻め続ける。スマッシュアッパー、レイジキック、きっちりまとめだ。決まった。振り返ってみていかがですか？気持ちが伝わってくる試合でした。ジェフリー勝利しました。